ゲストの杉田さんのような自由奔放な生き方が現在できていません。おい、杉田さんのこと誤解してるぞ。みんな苦労してんだよ。でもね、ほらこういうところを出たり、ね、ラジオとかやる人が全部自分の苦労話となんか重い話ばかりだつまんないでしょ。そうですね。なんか毎日ね、遊んでるかなんかスケベなこと考えてるぐらいのおっさんだと思われてる方が楽だよ。生き方としてはですね。そう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 。なるほど。どうで誰が遊んでばかりだって。ありがとうございます。よかった。じゃあ皆さん次お願いします。じゃあ名前アイポンさんからいただきました。あ、私は今の会社に入社して社会人5年目を迎えました。先日私の後輩であり入社3年目の仕事仲間がやりたいことがあると言って突然退職しました。短大卒で入社した私と違ってその後輩は大学卒で入社したので私よりも階級は上で給料待遇もいいはずなのに辞めてしまってもったいないんじゃないかと思いました。その後輩は学校に通い直してゆくゆくは青年隊に入って海外で活動するという夢があるそうです。熱く語る後輩を見ていて私も今の仕事で満足なのか他にやりたいことがあるのかもと考えさせられたりしました。皆さんは夢が叶って今のお仕事をされていると思いますが今のお仕事以外に何かやってみたいお仕事はありますか。おー、なるほど。ていうかすげえディティール細かいっすね。そうだな。わー、びっくり。すごいね、真面目ですね。すごいな。俺気になるの、イガちゃんが声優以外でやってみたいことみたいな、はいはい、あ、私結構あるんですよ。おお、同時進行できたらいいなとは思ってますけど、はい、おおお、実家で農業やりたいだとか。あー、いいですね。いや、大変だぞ。そうなんですよね。土地があるのでちょっと後継者がいなくて今草ぼうぼうでちょっと困ってるんですけど、はい、何かいい利用方法はないのかたまに真剣に土地活用とか考えてます。当たり前のようにね、父親とかやってたことをやろうとしたらこんなにトラクターって言うこと聞かねえんだみたいな。年中朝から晩までね。深刻な悩みだ。ちょっと重くなった。いやいや、今度ちょっとあの農業に関して相談。あ、やったー。なんだよこれ。農業トーク。他に皆さんはやりたいことありますか。何かありますか、うん、お、私、なんでしょう。でもなんか、なんだろうな、いるだけでできる仕事がいいですね。で、管理人さんとか。あ、管理人さん。管理人さんも大変ですよ。あ、そうなんだ。大変なのかな。もっとなんかファンシーな目ないの。なんかこうケーキ屋さんで喋るウサギがいてみたいな。でもまた違った感じになって。俺を隠れ、カイト。なんだろう。でもなんか探検とか出てみたいですね。探検。探検。温泉をこう発掘してみたい。割とエクストリームな方に行ったら。うん、なんか無人島に行ってみたいとか。そういうちょっとなんかあの森で魚をついてみたい。森とか。うらーらーらー。私のイメージと違う。あ、違った。そういうなんかちょっとサバイバル感のあることをしてみたい。なんか日常で体験できないことを、こうなんか旅に出てみたいです。意外とアクティブ。はい、今金本さんが言いましたけど、うん、杉田さんは何かやりたいことある？やりたいこと、他にやりたいことはね、全然あのね、一度ね、再就職できるかっていうネタをね、自分のラジオでやったことあるんだけど、ほうほうほう、30代全然なくて。あ、じゃあリアルな募集要項を見たんです。そうそうそう。あれ資格もないし俺ダメじゃねってなって、もっとこの仕事にしがみつけるように頑張ろうと思って。改めて転職を考えて、改めてこの仕事最高だなって思ったってことですね。まずいって、ね、もうケミヤヒロシさんが言ってたんだけどもね、杉田君はその声で本当に良かったよねって今あの言葉の重さが分かった気がする。ありがとうございます。